世界平和統一家庭連合旧統一協会は安倍元総理が銃撃され死亡した事件に関連して明日午後3時から都内で会見を開くと発表しました事件後に旧統一協会が会見を開くのは2回目です7月の会見で田中富博会長は逮捕された山上哲也容疑者は信者ではないものの母親が信者で団体の行事に参加していたことを明らかにしています